はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字小学4年生ですね、5月検定課題、こちらをですね書いて説明をしていきます。今回の課題は日光ですね。この課題、横画は右上がりに書いていきます。日の横画、光の横画、こちらは長めに書きますね。そしてですね、日のこの折れですね、はい、この部分はですね、紙筆と同じ角度で押さえて、そしてまたもう一度押さえ直してから今度縦に行くといった書き方をします。はい、そしてここ日のですね、この間の間隔は同じに見えるようにですね書いていきます。光はですね、この羽の書き方、払いの書き方、この曲がり、そしてこの羽の書き方をですね注意していきます。ここは1、2、3のリズムで書いていきます。そして短く左払い、この5画目の左払いはですね、はい、ここまでちょっと直線的に行って、ここから左に払っていきます。ここの最後曲がり、この曲がった部分、あとですね、次第に太く書いていきます。そして跳ねるときはですね、一度筆を止めてから上に跳ねていくという書き方をいたします。この赤手本からはですね、裏面に赤手本の書き方というのがありますね。はい、ここにはこの、例えばこの矢印、ここはこの方向に注意するということですね。この横画もそうですね、方向に注意します。で、右上がり、右上がり、伸び伸びと次第に太く、はい、この丸は広さを注意するといったところですね。この三角に書いてあるところはですね、筆の腹をしっかりとつけるといった注意事項がありますので、そういったところをですね、まず最初に読んでからですね書き始めるようにしてください。それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい、まず日ですね。はい、縦画1画目、はい、押さえて縦にまっすぐ下です。体で引いていきましょう。はい、最後軽く押さえます。2画目、ちょっとずらしてから右上がり、はい、紙筆と同じ角度で止めて、そしてもう一度押さえ直して、そして縦にまっすぐです。はい、軽く押さえます。3画目、はい、同じ方向でいきますね。4画目も3画目と同じ方向で伏せます。はい、間隔は同じに見えるようにですね書いていきます。次、光ですね。はい、1画目、はい、縦にまっすぐ、ちょっと短く、あまり長くしません。はい、2画目、はい、書き出す位置、この線の右側です。押さえてちょっと立てて、1、2、3、このリズムで書きますね。3画目はこの跳ねた先、右上がりで短く払っていきます。はい、そして4画目右上がりです。ちょっと背気味に書きます。はい、5画目は伸び伸びと払っていきます。紙筆はこの中心線よりも左から押さえて、ちょっと直線的に、そこから左にこうです、払っていきます。はい、6画目、はい、中心線のところ押さえて、ちょっと左にこういきますね。ここで、はい、次第に太くしていきます。ここで止めて、筆の腹をちょっと上にこう上げてからですね、そしてこう跳ね上げていくという書き方です。その時のここのですね広さに注意していきます。はい、このようにして書いていきます。はい、今回のこの課題は折れ、左払い、曲がりの書き方、そして跳ね、はい、そこにですね注意して書いてください。また間隔、広さにですね注意して、日は等しく見えるようにですね書いていきましょう。
はい、今日は以上です。